人気コンテンツ、ウマ娘プリティダービーの公式性配信番組、パカライブ TV ボリューム38が22日に放送され、新情報が発表された。ゲーム内に新たなウマ娘として、ボルフェーブルとジェンティルドンナが登場し、ボルフェーブル役を、ピカサ・ヨーコ、ジェンティルドンナ役を、芹沢優が担当する。ボルフェーブルは SSR サポートカードに早くも登場し、根性カードで実装される。また、ジェンティルドンナも SSR サポートカードで登場し、こちらはスピードカードで実装される。ウマ娘はスペシャルウィークやサイレンス鈴鹿、東海帝王など実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。テレビアニメ第1期が2018年4月から6月、第2期が2021年1月から3月、第3期が2023年10月から12月に放送され、週刊ヤングジャンプではオグリキャップを主人公にした漫画、ウマ娘シンデレラグレが連載中。CV 担当声優は音楽番組にも出演し、社会現象化と紹介されている。